氷見市の朝日貝塚、受けたび寺入り口朝日貝塚は、富山県氷見市朝日9にある貝塚である。朝日貝塚保存者宇津部朝日貝塚は、市街地の南西部にあり、遺跡の西側は、地域中央を西から東に向かって伸びる朝日山丘陵で、東南京であり、ここから東側の港側まで緩やかな斜面となる。年の発見以降数度にわたって、 発掘調査が行われた。国の史跡に指定されている。縄文時代前期から中世にわたる複合遺跡であり、海藻の上部と表土からは、弥生時や杉駅が出土する。朝日海塚は、1918年7月に、受けた美の建設途中に発見された。当時の新聞記事によれば、受けた美の建設前は二十歳であり、地元では、 土器片の散布があったとされている。同年10月、同じく、氷見市内に所在する大阪井洞窟住居跡の発掘調査に訪れていた、東京帝国大学人類学教室の柴田、ジョーエラによって発掘調査が実施された。1922年には国の史跡に指定された。2回目の調査が1924年6月に実施され、 国内では初めてとなるロアトのある住居跡が2頭確認された。住居跡は縄文時代前期末と縄文時代中期前用から中用にかけてのものが重複しており、これらは現在保存者の中で見ることができる。日本海沿岸では特別に重要な遺跡と言われている。また、日本国内で初めての住居跡が発見された遺跡であり、このことで、 日本の考古学を異物中心から原始時代の生活を研究する方向へ進めていくきっかけとなった。また、バスケット型土器や翡翠の大種が発掘されている。大種は長さが16センチメートルあり、日本国内で発掘されたものとしては最大級と評価されていた。ありがとうございます。